皆さんこんにちは、はるです。今日は大谷選手を応援しに行こうと思います。今日は行き道から野球観戦まで撮影していこうと思いますので、ぜひ行った気分で楽しんでいってください。それではレッツゴー。私が今いるのはロサンゼルスのユニオンステーションです。このユニオンステーションからメトロリンクを使ってアナハイム駅まで向かいます。チケットは大人1人8ドル75セントです。1000円ちょっとで行けるのはありがたいですよね。だいたい1時間ぐらい乗っていたら着くんですが、ちょっと今回ね、遅刻します。もうこれは皆さん気をつけた方がいいです。これなんで今日遅刻するのかと言いますと、もともと先ほどまでハリウッド観光をしていたんですね。で、ハリウッドからロサンゼルス間ってものすごい車が渋滞するんです。バスだったら1時間以上かかって、車だったら夜調べた時に15分って出てたんで、あ、もう時間もったいないし、これに乗ろうって決めて、さっきリフトタクシーで予約したらなんと45分かかったんですよ、渋滞で。まさかそんなに渋滞すると思わなくって、もしそこの区間でタクシー捕まえる方は多めに時間かかると思っておいた方がいいかもしれないです。まあそれもあって乗りたかったこのメトロリンクにちょっと乗れなくって、次の便のチケットを買ったんですね。なので野球のスタートに遅れちゃいます。はあ、やっちまいました。でも不幸中の幸いで、エンゼルスは今回高校なんですね。なので大谷選手が打つ時までにはもう頑張っていこうと思います。じゃあちょっとこのメトロリンクすごい面白そうなんで、ちょっと外観から見ていきましょう。ユニオンステーション結構広いですよね。でメトロリンクこちらです。すごい面白い顔してますよね。身長がすごく高い。でチケットあるので早速乗ってみましょう。5時40分発です。あと10分ぐらいですね。はい。 Yes. Thank you. わー、広いな。もうどこに座ってもいいらしいですね。あ、階段もある。わ、大きいゴミ箱。どこがいいかな、どっちがいいかな。この人はどんどん進んでいってますね。ちょっとついていってみよう。あ、ちょっと席の色が変わった。上もあるんだ。シドニーの地下鉄というか、電車みたいな感じ。2階建てになってる。ちょっとパソコンいじりたいので、机がある場所を探そうと思います。お、あったあったあった。よっしゃー、陣取れたー。すごいね、机あるの嬉しいですね。今日はエンゼルス対カブスの試合です。エンゼルスは大谷翔平選手で、なんとですね、カブスにも日本人選手がいるんです。鈴木誠也選手っていう、もともと広島カープで WBC の日本代表で4番をしていた選手がね、出るということで、今日は大谷翔平選手 VS 鈴木誠也選手って、こう日本人同士の戦いが見れる、すごいラッキーな日です。チケットは1週間前に購入してたんですが、なんとチケットを購入した次の日にある発表がありました。エンゼルスの監督が投手の休みを1日増やすぞって宣言されて、あれ、ちょっと待てよと思って、もともとピッチャーの方って1回投げたら5日間休んでまた次投げるんですけど、それが中6日間休みになったんですよ、急遽。なぜかチケット予約した次の日から。なのでもともと大谷選手今日投げる予定だったのに1日ずれて、今日見れなくなっちゃいました。ピッチャーの大谷選手が見たかったのでちょっと残念なんですが、これはまたリベンジしなきゃですね。おー、動き、おー、いきなり動き出すのびっくりした。あ、ではアナハイム行ってきます。ロサンゼルスのど真ん中の車窓の旅って、なんか新しくてワクワクします。今回はその試合だけではなくって、球場の中に売ってるお土産だったり食べ物だったりとか、まあ、そういうところも細かく見ていこうと思いますので、楽しんでいってください。
わ、すごい、なんか煙がもくもくしてる。何の煙だろう。早く行きましょう。すごい気持ちよく逆方向に行ってた。こっちでした。あ、すごい花火が上がったみたい。この人たちもみんな野球観戦に行くんですね。よいしょ。試合開始が6時38分なんでギリまだ始まってないですね。お、間に合うんじゃないか。はい、では QR コードで入れました。すごいな。ちょっとみんなについてこう。結構ね、いっぱい人がゾロゾロ行ってるからなんだかちょっと心強いです。違うな。私が109セクション 109R のシート3なんで、もうちょっと上かな、多分三塁側あたりかなと思います。ブレイボール。お、ちょうどプレイボールだ。うわー、すっごーでっかいな。うわーすごい。テレビで見てたけど、うわ、ちょうど花火上がった。やばい、試合が始まってしまった。ちょっと席に行かなきゃいけないけど、ちょっと見ていきたいな。なんと109は1個下に降りなきゃいけない。ちょっと急いで降りてきます。っていうかもうまだまだ入ってきてる人いるな。フィールドテラス、ここから行けるのかな。うわー、ギフトショップあるけどちょっと見たいけど後で行きます。ぐるーっと回っていくからこっちかな。結構試合始まってもみんなご飯買いに行ったりとかプラプラしてるんですね。はーい。クールズライト、これあのビールのやつかな。うわー、ドリンク屋さんとかヤクルトとかなんかいろいろありますね。車まである、すごっ。こんな広い球場初めて来た。あれ、なんかクリスマスやってる。今何月だっけ。6月だよな。先取り。あー、こういう席もあるんだ。あー、すごいな。うわ、このスクリーンってこんなでかかったんですね。あ、見て見て、大谷選手がいました。あ、早く打ってるとこ見たいな。もうなんかクリスマスの飾りがされてますね。なんでだろう。あのオーストラリアの6月にクリスマスちょっとお祝いしちゃう感じのやつがアメリカにもあるのかな。あ、来た。もう歓声がすごい。席に行くの間に合わなかったからこっから見ます。わー、頑張れ大谷選手。どんまーい。ちょっと最初は出てなかったですね。次頑張ろう。109ありました。109の R の3ってどこだろう。 R あった。では席座れました。思ったより結構近い。
もう選手がすぐそこにいますね。お、鈴木選手やってきました。メジャーでも4番張ってるのすごいですね。あー、どんまい。ではまだ球場来たばっかなんで探検に行ってみようと思います。よいしょ。 Excuse me, sorry, thank you、yeah.みんなビール缶片手に飲んでますね。いいな。ここすごい人気ですね。ここはホットドッグ屋さんです。ホットドッグは7ドル。あ、外にも何か露店があります。クッキー屋さんです。かわいい。クッキーボックスで28ドル。1枚とかでは売ってないんだ。ここにはニューエラのショップがあります。わあ、グッズがいっぱい売ってる。帽子だけじゃないんですね。え、かっこいい。これでいくらぐらいするんだろう。これが43ドルです。やっぱ結構するな。エンジェルスのユニフォーム T シャツはこれ50ドルです。シンプル。なんかこういうキーチェーンとかこれ10ドルですね。あとあのボトルホルダーとか、こういうなんか首からかけるやつとかいろいろありますね。だいたいこのちっちゃいグッズは1個10ドルぐらいです。あ、このキャラクターのぬいぐるみ、このお猿さんは24ドル。あ、これとかもかっこいいな。ちょっと今の時期には暑すぎちゃいますが、ニューエラのモコモコジャケット、これが125ドル。大谷 T シャツありましたよ。なんか似てる、これに似てない気がする。なんかこうだけ見たら、お、これ誰だろうってなっちゃうの私だけかな、これ。この T シャツは46ドルです。ニューエラの帽子に負けてない。ハンバーガー屋さんもあります。ビッグ A バーガー、ディッピンドッツ、このつぶつぶしたアイスクリームも売ってます。レギュラー6ドル。では上にも行ってみましょう。お、エンゼルスが多分ホームラン打ったこのタイミングで。誰、わあ、すごいホームランだ。まあ、エンゼルスは1塁と3塁にいますね。もう絶好調。しかもまだノーアウトですね。これは点入りそう。マイク・トラウト選手です。 WBC のアメリカ代表であのキャプテンアメリカと呼ばれている方ですね。すごい気合入ってる。お、一塁には大谷選手がいます。かわいいなあれ。
球場はすごいクリスマスムードです。クリスマスインジューンって言って6月にも1回クリスマスをお祝いする風習があるんですよね。オーストラリアでもそういう風習があるんですけど、アメリカでもあるのは知らなかったです。カナダは今んとこお祝いしてる雰囲気ないです。あ、ベース取った。お、ボールもらえた。やったね。これ三塁のベースを時間内に取って帰ってきたらボールがもらえるのかな。チュール、ジャパンズナンバーワンキャットトリートって書いてますね。アメリカでもチュールって売ってるんや。ポーセーの広告も入ってます。鈴木選手です。鈴木選手が冬支度してますね。かわいい。アイスクリームえ、2塁までいけるか。おお、すごい、ナイスヒット。では上の方もちょっと回ってみようと思います。よいしょ。バーがありました。値段がすごいですよ。カクテルが$18.50、ワインも$11.50とか、ビールも$16とかですね。すごい。ここから外野ゾーンです。ここは屋根とかがなくて開放的でいいですね。ここはビール屋さんだ。ここのビールはおいくらでしょうか。エンジェルドッグ、ホットドッグ屋さんか。アルコールプレミアムボンバー$16です。もうビールが1000円以下で買える世界線ここにはないのか。外野から見たらこんな感じです。おお、音楽がすごい。ここのクールズライトでドリンク頼んだらここで飲めるらしいです。ここも結構いい席じゃなかろうか。お姉さんが来ていいよって言ってくれました。Yeah, well, I want to come and say hello to you. Wow, thank you. すごい、ここカメラゾーンだったんや。ここでみんなテレビとか中継用の撮影をしてるんですね。だいぶ日が落ちてきました。空が綺麗。Thank you very much. お、大谷選手になりました。ちょっと撮影しに来てたのでここからになります。うおー、危ない。わー、ワンアウトでランナー一塁二塁なんでチャンスですね。頑張れ大谷選手。お、食べ物めちゃくちゃ悩んだんですけど、ヘルメットの中にナチョスが入ってるものが$21で売ってたんですね。もう3000円弱ぐらいしちゃうんですけど、もうヘルメットは持って帰れるんで、せっかくなんでこれを頼もうと思います。ちなみにビールはどこで買ってももう$16なんで2240円ぐらいです。カンカンのビールが。もうビール飲みたいけどもどうしようって一生かけ通してます。で、コーラとかのソフトドリンクは$6.50なんで、それでも800円ぐらいはするのかな。もう諦めて買うか、まあ、諦めるか、もう悩んでおります。どっちの諦めにするか悩んでる。よく考えましたよね。ヘルメットの中にチップスがたくさん入ってます。でもね、頼んだらこんだけ具材が入ってるらしい。私のナチョスがやってきました。うわー、チーズソースかな、すごいな。5杯入りました。
一度ヘルメットを拭いて、これはきっとお豆のソースですね。3杯入りました。でヘルメットを拭きます。でミートソース、すごい、でもお肉いっぱい入ってる。わー、ありがとう、お肉の塊入れてくれた。こちら2杯でヘルメット拭きます。アボカド新しいやつだ、嬉しい。1杯、お、2杯、お、トマトも入るんだ。でハラペーニョですね。わー、いっぱい入ってる、すごっ。これ全部お腹入るかな。やった、なんか嬉しい。ではやってきました。すごいボリューム、え、食べきれんこれ私の3日分の晩ご飯ぐらいの量がある。すごい、アメリカンサイズやこれは。では席戻ってきました。いただきます。これ手拭くやつかなと思ったらサワークリームでした。ナチョス食べる人とかはウェットティッシュとか持ってきた方がいいですね。ではいただきます。うん、おいしい。あのトマトとアボカドがさっぱりしてて美味しいです。けど強いて言うであれば食べづらい。お、鈴木選手です。うわー、 おー、ナイスヒット。2打席連続ヒットです。今6回表2対1でエンジェルスが勝ってます。でもいつの間にか空が真っ暗になってました。ちょっと食べ方分からず手で持って食べてたんですけど、フォークを使って食べようと思います。お肉がでかい。大谷さんがウォーミングアップしてます。Yeah. Oh, okay. Yes. So I tried to get this. This is a little bit early. Oh, 大谷選手です。声援がすごい。おー、かっこいい。それだけちょっと似合ってないな。頑張れ大谷さん。待ってます。ハットバセコールがいろんなところから聞こえてくる。今日なかなか当たんないな。お、あー、どうだろう。やばい、美味しくて止まらん。なんかみんな立って歌い出しました。トラウト選手です。大谷選手のユニフォーム着てる人も多いんですけど、トラウト選手のユニフォーム着てる方も多いです。この人だけちょっと特別対応ですね。あなた雪の女王の中に紛れ込んでます。ナチョス食べてたらいきなりもう7、8列後ろぐらいにボールが落ちてきました。びっくりした。次はなんと2列前の人がキャッチしました。いいな。では最終回になりました。次大谷さんです。歓声が上がっております。お、来た来た、よし、頑張
張れ、大谷さん。ヒット1本でした。ではラスト鈴木選手です。鈴木選手三振でした。今日は2本のヒットです。エンゼルス戦はエンゼルスが勝利でした。おめでとう。はい、では今回の動画いかがでしたか。海外での野球観戦は初めてです。大谷選手も鈴木選手も目の前で見ることができて、しかも2人ともヒットを打つ姿が見れたのでとても楽しかったです。まあ、強いて言うであれば大谷選手が投げるところを見たかった。なのでエンゼルス戦また大谷選手が投げるときにリベンジしたいと思います。では今回の動画終わります。ハルデイリーは今登録者10万人目指して頑張っていますので、ぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。この動画以外にもロサンゼルスの動画たくさん出していますので、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。